はい、アベンジャースクール今日3件目スポーツ部の担当の中澤です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。で、今回のテーマは、まあ、家で1畳のスペースで、まあ、体脂肪を燃焼していこうというトレーニングをしていきたいと思います。まあ、脂肪を燃焼させる、今回 の、 参加者の皆さんあんまり関係ないかもしれないんですけど、 1% 体脂肪を落とすのにどれぐらいのカロリーを減らす必要があるか、戸田さん分かります？ 体脂肪 1% を減らすのに30キロカロリー減らせば OK って感じですか？あ、そっか、3万、あ、なるほどですね。だいぶ大きく出ましたね。まあ、体脂肪 1% を減らすのに、大体、まあ、個人差あるんですけど、7200カロリーと言われてます。おお、7200。はい。まあ、7200カロリーってどう、大体そもそもどれくらいかっていうと、まあ、成人の男性ですと、大体2000キロカロリー、プラマイ200ぐらいが、摂取カロリーになりますので、それの約、まあ、3倍ぐらいですね。3、4倍落とさなきゃいけないっていう形になるので、1% 落とすのって結構大変なんですよ。うん。なので、まあ、それを例えば有酸素運動であったりとか、ランニングしたりっていうと、なかなかスタートから、はい、走ってくださいって言っても、なかなか難しいので、今日はそれを、まあ、短時間もう本当に、そのトレーニングすれば5分ぐらいで終わります。はい。で、体脂肪燃焼にすごく効率的にできるようなトレーニングを皆さんにご紹介できたらと思いますので、ぜひよろしくお願いします。では、ここからはトレーニングに入っていきますので、まず音声をミュートにしていただいて、ありがとうございます。で、画面固定してない方は、スピーカービューで、僕のアベンジャースクールっていうところで固定していただき、はい、ありがとうございます。で、ここからまずストレッチをやっていきますので、